有吉のそれわかる。はい、誰にどんないじめられ方をされたいのか、有吉さんがわかるわからないで判定していきます。ラジオネーム来てるし、気さくな女友達の水川あさみさんに、あんたもうちょっとおしゃれにしなよ、ブランド品とか買ってみたらと言われたので、俺はズボンを下ろしチンコを出した。水川さんに、何やってんのよと言われた俺は、今まで誰にも触らせたことがありません、これが俺の無印良品です。水川さんは一瞬キョトンとした後腹を抱えて笑い、いいね男の子、チンコを開くでバシッと叩いてほしい。あ、姉貴系ね、すげえ。姉貴系ね、わからないでもないけどね、シャキな感じの、うんうんうん、まあちょっと青春なら、まだお前ら青春やってるよ、俺みたいなちょっともっと大人の恋したい人間にはちょっと若いな、ああ甘酸っぱいって感じする、青臭い、食べてらんない。いやチンコ叩いてますよ。ラジオネームゲスザワ、遺伝子の強い男はモテるという情報を入手した俺は、自分の精子を調べることにした。検査結果を見てみると、スーパーハイスペックな精子ということが判明する。それに自信を持った俺は、大好きな水原希子ちゃんに、俺の精子ハイスペックなんだけどどうすると上から目線で提案をしてみるのだが、すぐさま無言でビンタをされ、顔に防御の意識を集中したタイミングで思いっきり金玉を蹴り上げてほしい。いいよなそれ、めちゃめちゃわかるな、わかるんだよこれ、わかるんだよ、めちゃめちゃわかるぜこれ、わかりますそれ。水原希子ちゃんは金玉蹴りが似合う。いや確かにそれ似合うな。似合います、金玉蹴り似合う。にゃおにゃおみたいな、にゃおにゃお、似合うかな。じゃあ起きてるし、大江真理子アナウンサーが、俺の鼻の穴に割り箸を入れ、童貞さん童貞さん、一番美しいアナウンサーは誰と聞いてきたので、間髪入れず、大江さんですと言うと、惜しい、正解は大江様と割り箸をちょんとつつかれ、真っ赤な鼻血と涙を流した。あーすげーな、すげえな、いい加減しなさい、すげえな、いいけどね、いいですか、うん、いいかな、なかなかいいですよ。ラジオン三平、月給8000円で浅香光代さんと愛人契約を結んだ俺だったが、毎晩寝室に呼び出されては、ここかい、ここに刀をぶち込まれたいのかいというお決まりのセリフとともに、菊の門に模造刀を突っ込まれるという単調なプレイに飽きてしまったので、中じゃないよ、いや、ニッチこのくだりもういいわーと意見したところ、生意気言うんじゃないよと激切れされ、押し入れにしまってあった伝説の名刀菊一文字で菊の門の向こう側を開発していただきたい。何がですか、向こう菊だらけじゃないすごいないやちょっとな、浅香光代さん、ね、俺やっぱり、ね、風呂場で焼きそば食べる人だからな、ちょっと難しい。すごい特殊ですよね。そうなんすか。衝撃的だったんだよな、風呂場のところの洗面所に電子レンジ置いてあってさ、うん、これなんでここに置いてあるんですかって言ったら、焼きそば温めんのよ。いや衝撃的だったね、前みたいに。ラジオネームケツダシエフェルト、マリモオタクの俺は金玉の毛にパーマをかけてマリモみたいにする。すると佐々木希がわあかわいいマリモと言いながら触ってきたので、俺は勝手に触るな、マリモの形が乱れるだろうとぶち切れるのだが、チンコはフル勃起、なんで怒鳴るのよもういいわと立ち去る佐々木希の後ろ姿を眺めながら、素直になれない自分の職人気質を呪いたい。かっこよく言うな、どこを思ってんすか、かっこよく言うな、正直になれないんだよな、わかるよな、でもな、わかるね、これはわかる、わかる、あげとこ、わあすごい、パン、わかんねえな全然。ラジオネーム起きてる牛、クリーニング屋に洗濯物を持って行ったところ、店員の西田直美さんが俺のスラックスを広げて、あらお股のところにシミが、ドレッシングかしらというので、俺はまさかザーメンだとは言えず、あはいフレンチドレッシングですと答える。そして西田さんに、
そうですか、ちょっとイカの匂いもするんですけどね。と言って股間の部分に鼻をつけてクンクンしながら素手でゴシゴシしてほしい。これまあ AV じゃないんだからよ。バカげてるね。いやバカげてますよ。バカげてる。こんな文学的要素が全然ない。どこ求めてんすか。何求めてんですか。純文学みたいなの。ラジオネーム金、水亀座。木村カエラさん自身に僕のチンコにペイントしてもらい、アクセサリーをつけ陰毛をカットし、木村カエラみたいなおしゃれなチンコにしてもらい、僕のチンコをいろんな女にリスペクトされるようにしてほしい。わかるね。わかんねえんだよな。わかんねえ。何言ってんのか。マジでわかんねえな。全然わかんねえんだよお前ら。わかんねえ。どういうことこれ。意味わかんねえな。ラジオネームザットゥ。夏菜と大雨の中公園でディープキスをしていると後ろの方から、おう俺も混ぜてくれよと元巨人の牧原が来たので3人でディープキスをしていると、夏菜よりもだんだん牧原とのキスの割合が多くなっていって、知らず知らずのうちに牧原と俺のディープキスになっていたのだが、うん、これはこれであれだなと感じた後、二人でピザを食べたい。なんだそれ。どういうことだよ。わかんない。わかんないですよ。わかんないですよ。あげときます。ブレイク。